はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダーゴースト、仮面ライダー45周年デラックス石の森ゴーストアイコンです。石の森魂ということで、こちらですね、石の森ゴーストアイコンついに買ってきました。本日開催の仮面ライダー45周年エキシビジョンショップの渋谷パルコ限定商品ですね。こちら600円だったかな。はい、裏面はこのような感じ。いやー、さあ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 、開けていきましょう。パッケージはカメハメハとか、一番最初に出て100円のゴースアイコンみたいな感じですね。おー、色合いがなんかすごい。もっとなんかグリーンが強いかと思ったんですけども、あ、開いてた。色合いがなんかすごいっすね。ちょっと銀がかってるというか、ピリッと。おー、ほほほほ。すごい。過去のなんかちょっと緑系のやつと比べると、これはあれか、銀メキか。グリムと比べるとこんな感じですね。石の森ってここ、やっぱ漢字書いてあるのいいですね。石の森。はい。おー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 、いいですね。いいですね。さあ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 、それでは、あ、緑って言ったらこれもありますね。ロビンフーズ、ジャキーン、こっちの方がちょっと中身が濃いような気がしますね。さあさあ、さっさとやりましょう。おー、石の森。これなかなか面白い絵ですよ。はい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 。大海岸、石の森、オメガトライブ。あ、面白い絵柄ですね。こんなような絵柄になってます。詳しくわかんないんですけど、ごめんなさい。なんだろう、なんか昔のなんか石の森さんが開発したやつとかかな。すごいですね。いやー、手に入った。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、石の森デラックス石の森ゴーストアイコンでした。はい、次はダークカブトゼクターすぐ行きたいと思います。それではまた明日。